ツングース系民族の分布図ツングース系民族は、満州からシベリア、極東にかけての北東アジア地域に住み、ツングース語族に属する言語を母語とする諸民族のこと。ツングース系諸民族の分布図、ツングース諸語はその方言によって、北と南のサブグループに対別されるため、各民族も南北に対別される。ツングースという名称は、ロシアのヤクルト人が、 自分たちと根結を進めていた、エベンキュ人をトングースと呼んだことに由来する。現在は共に民族名として自称するため、ツングースとは、言語系統名である、ツングース諸語と、それを話す、諸民族の総称として用いられる。ヤクート語のトングースの起源、5位には、今までいくつかの説が立てられたが、未だ定説はない。以下に、有名な説を挙げる。 未だ定説は確立していないが、以下のような仮説がある。ツングース系民族はその種族によっていくつかのグループに分けられる。狩猟は、家畜の使用、農業、トナカイの使用に適した地方を除くすべての地方において、ツングースの主要な生業である。獲物は主に食用として、毛皮の供給源として利用する。主な動物はリス、キツネ、クマ、ヤマネコ、 黒点、野鳥、鹿である。ツングースの家畜は主にトナカイである。トナカイは、ツングース諸語で、オロン、オロ、オヨン、オロンブク、ホラ、ホラナなどと呼ばれるが、彼らがいつ頃から飼い始めたのかはわからない。ツングース系民族を地域によって分類すると、以下のようになる。ツングース系民族には、Y 染色体ハップログループの C2 系統がコーヒーインドに観察される。 オロチョン族で61%から91%、エベンキで44%から71%、ウリチで69%、マンシュー族で26%の27%、などである。中でも、海系統 C 四5484が、ツングースケ民族を特徴づけるタイプであり、このタイプは3300年前に誕生した。さらに、マンュー族、エベン、 エベンキ、オロチョン、ダウールの各々に、特有の C 回5484のサブグループが存在し、これらは1900年前から徐々に分岐した。その他、ロシアエベンキなど一部民族集団では、N 系統も高頻度である。現在、民族集団を形成している、ツングース系民族の詳細な情報は以下である。これらの民族は、満州民族を除いて人口が少なく、 韓民族やロシア民族の影響が大きく、固有の言語文化が危機にさらされている。歴史上に登場する民族、国家のうちツングース系民族である、可能性が高いとされているのは以下の民族、国家である。歴史上に登場する民族、国家でツングース系民族に否定する説があるのは以下の民族、国家である。古代出雲の住民は、 純宮子族であり、いわゆる、ズーズー弁は、純宮子ご起源とする説もある。ありがとうございます。